こんにちは一ノ瀬です、えー、今日は嬉しいニュースのお知らせですけれども、天皇皇后両陛下のイギリス訪問が正式決定、エイミアが国事行為代行というニュースですね、えー、天皇皇后両陛下がエリザベス女王の国葬に参列するため、17日から20日の日程でイギリスを訪問されることが16日の閣議で正式に決まったというニュースですね、えー、こういう迅速な閣議決定なら大賛成です。 イギリスからのご招待が国家元首及びその配偶者もしくはパートナーということでしたので宮夫妻や岸田さんはそもそも招待されておらず、まあ、引き下がるしかなかったというのもとても良かったと思います日程についてですがおそらく現在、ね、沖縄の方に迫っている台風の北上を避けるためというのもあるのでしょうけれども早速、明日からのご出発で、えー、無事ね 皇后陛下も妨害されずに天皇陛下にご同行をなされるということで、さすがにミテコさんやエミヤ家が嫌がらせをする暇もないようでほっとしております。エリザベス女王の国葬というお悔やみの場ではありますけれども、本当に久しぶりの天皇皇后両陛下お揃いでの外国訪問ということで、明日以降のニュースが楽しみですね。 エリザベス女王の国葬ですが500人の国家元首と外国の要人が出席する予定ということでかなり人数を絞り込んで選ばれた人たちだけで行われる予定になっていますよね海外の王室からですけれどもまずはベルギー、そしてブータンブルネー、デンマークデンマークは女王陛下と皇太子様が参列なされるということですね。そして我が日本、ヨルダン。 フィフテンシュタイン公国、ルクセンブルク、マレーシア、モナコ、オランダ、ノルウェー、オマーン、カタール、スペイン。スペインはフェリペ国王夫妻、そして先代の国王夫妻が揃、えー、ってご参列ということです、えー。さらにスウェーデン、そしてトンガというね天皇皇后両陛下が長年友好関係を築いてこられたいつもの仲良しメンバーが一同に会する場となりそうで、このメンバーをね拝見するだけで 不謹慎ではございますけれども、えー、ついね、こうワクワクとしてしまいます翻えて日本の国葬ですけれども、えー、欠席表明が多い中当初の6000人を何としてもご招待するという、ね、ノルマを果たすべくいろんな人に招待状を送りまくっているみたいですねもうちょっとした、ね、有名人の方ならどんどん,どんどん送っているみたいな感じみたいですけれども。 イギリスの国葬が弔問客を、ね、厳選して500人に絞っている中、ね、6000人集まらないなら集まる人数に下方修正して調整すればあの簡単なのにと思うんですけれども、何としても6000人集めようとするその様子はです、ね、もはやもうご葬儀という目的さえ見失っているように思いまして何が何でも年度末までに予算を消化しなければという目的であちこち、ね、2月、3月になると道路を、ね、掘り返している公務員体質と 話をイギリスの国葬に戻しまして、まあ、心配なのがです、ね、天皇皇后両陛下ご不在の間残される日本ですよねついにあのエイミアさんが国事行為の代行をする時が訪れてしまいました。 悪夢がついにやってきたという、ね、感じがいたしますけれども、えー、告示行為というのがどのようなものなのか、宮内庁のホームページから引用させていただきますと、えー、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命すること、内閣の指名に基づいて最高裁判所長官を任命すること、国務大臣、その他の監視の任命を認証すること、国会を召集すること、法律や条約を交付すること、栄転を授与すること、 これは勲章とかですね、そういったものを挙げるということですかねそして大使の信任状を認証すること外国の大使や公使を切除することこの切除というのは外国の大使や公使に会われたりですね、お相手をなされたりということなどが含まれています。 ということでこれらの事項についての閣議決定の書類は毎回閣議の後に陛下のお手元に届けられ陛下はこれを丁寧にご覧になった上でご署名やご押印をなさいますその数は令和3年度中で955件になりましたさらに陛下はこれらの国事行為に関連して国会開会式に毎回ご出席になるほか宮殿で行われる儀式に臨まれます これらの儀式には内閣総理大臣及び最高裁判所長官の信任式認証官任命式外国特命全権大使の信任状法定式軍章真珠式などがあります。 とということで天皇皇后両陛下の国葬参列日程が17日から20日までとねほぼほぼ3連休を挟み、えー、こういったね国事行為がなるべく発生しなさそうなこの日程でね設定されたのはある意味ね、ね内閣からもエイミアはダメだってねエイミアの代行は嫌だというねそういった気持ちの表れかもしれません。 折しも大型台風が迫ってきておりまして皆様ね今回の台風は永宮家を狙って吹き荒れるかと思いますので荒ぶる嵐に備えて閉じまりや暴風対策をしっかりなさって台風に備えていただければと思います永宮さんが天皇陛下ぶってね皇居に出入りしたりすると雨あられ氷落雷なども心配されますよねまたこの不在の期間に変な法案がこっそり通ったりしないようあるいは変な連中と天皇 陛下の代行として会ったりしないよう目を光らせておかなければならないですよねさて、見、え、て、ー、子様方面ですが、えー、本日早速速、ね、速報ニュースを投げてこられておりまして速報、見て子様区宮内庁病院へ右ふくらはぎに血栓で経過観察というニュースでしたが。 えー、これねこの前の続きじゃんみたいなねそんな内容でまさにね決戦の経過観察中というだけの話で速報でも何でもありませんみて子さんのあてくしが主役と、ね、言いたげな、まあ、ささやかな抵抗ということでしょうけれどもさすがに、この速報ニュースはマスコミ各社からね報じられているにもかかわらず注目度はとても低いですね。 薬も、ね、飲まなくていい程度の体調で、まあ、しかも、ねえー、もともと、ね、そういう話題があって、えー、それを、ね、引き続き経過観察してますよというだけの状況を速報ニュースで流すなどです、ね、ヤフーニュースでも数少ないコメントの多くが速報じゃないだろうという、ね、ツッコミが多く書かれております。 こういう時こそ、ね、宮内庁長官が会見の場に、ね、出張っていて大した病状でもないのに大ごとのように憶測に基づいて報道するのはメディアの姿勢としていかがなものかあるいは引退なさった上皇ご夫妻のご体調のことを憶測に基づいて毎週のように報道するマスコミの姿勢に疑問を呈していただきまして、えー、しっかりと、ね、報道規制をかけていただければと思います。しかしか ヤフーニュースを見る限りですけれどもあまりにあてくしが主役アピールがしつこすぎるせいも多少影響しておりまして明らかに以前よりみてこさんへの、ね、注目度が下がっていますよね。 狼少年のように、まあ、速報速報で、ねまあ、しょうもないことを流されるので視聴者の方としては、ね、また今回も、ね、大したことないニュースを大げさにやってるんでしょうみたいな気持ちになってしまってニュースの見出しだけちらっと、ね、チラ見してあとはスルーみたいな、ね、こうバン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 記事を上げてもらってもあまりコメントも入らずに他の記事にどんどん,どん,どん埋もれていっているという、ねえー、みてこさん関連のニュースは、えー、日々、ね、そんな扱いになってきているように見えます。 さすがに令和も4年目になればアてクシが主役アピールももうただただ痛い,いだけになっていてみて子さんの権力もね心なししか少しずつでも弱ままっていいるように思いますつくづくねこうしてみると思いますけれども生前退位なさったのは日本国民ですとか海外の、ね、王室にとっては大変なプラスでしたけれどもみて子さんにとってはやっぱりマイナスでしたよね。公室の、ね、情報を SNS で、ね、発信する案がありましたけれども、栄宮家が、まあ、自分たちを、ね、もっとこう飾り立ててアピールしたいという気持ちもあれば、もしかしたら天皇ご一家の広く、ね、国民に情報を開示したいという、ねえー、お気持ちの表れかもしれなくて、えー、天皇ご一家としてはみでこさんですとか、栄宮家の息のかかったマスコミにもう過去、ね、ないことないこと書かれて、それこそ言われのない誹謗中傷を受けてこられたという思いが、まあ、終ありになって、で今後は、ね、週刊誌経由 で、はなくて SNS で直接国民に伝えたいというね思いで、まあ、SNS の話が出てきたのかもしれませんよね。まあ、そんなということでややね話が脱線いたしましたが、えー、今日は両陛下のイギリス訪問正式決定そして、エイミアが国事行為代行というニュースについて感想、お話をさせていただきました。 ということで明日からのご出発になられますけれども天皇皇后両陛下にはくれぐれもですねあのお気をつけてい、えー、ってらっしゃいませということで、えー、見送らせていただきたいと思います、えー、チャンネル登録高評価コメントなどをいただけましたら今後の動画作成の励みになりますのでよろしくお願いします本日の動画は以上となります今日もご視聴いただきましてありがとうございました